スタジアム内部、エスタディオ・エル・サダールは、スペイン・ナバーラ州の州都、パンプローナにある、サッカー専用スタジアム。23,576名収容。1967年にオープンして以来、CA をサスナが、ホームスタジアムとして使用している。名称は、パンプローナ市内を流れるサダール川の川べりにある、ことに由来する。 1967年にオープンしてから2005年までは、エスタディオ・エル・サダールという名称だったが、2005年から2011年まで、ナバーラ自治州政府がおさすなの,のスポンサーとなり、名称が、エスタディオ・レイノでナバーラに変更されていた。レイノは、現代では、レイノと書き換えられる、旧式のスペイン語の単語であり、英語では、キングダム、日本語では、王国と訳されるため、直訳すると、 ナバーラ王国のスタジアムという意味である。1967年、前年に売却されたエスタディオサンフ不安に代わるオサスナのホームスタジアムとしてオープンした。当時は2万5千人収容だったが、固定座席はわずか7千席だった。9月2日のレアルサラゴサ対ビトリアセトゥーバル戦が初試合となり、1から1の引き分けだった。9月3日にはオサスナ対、 ビトーリア・セトゥーバール戦が行われ、おさすなが3から0で勝利した。28分に、おさばがおさすなの初得点を挙げている。1996年6月5日には、ボンジョビのコンサートが当地で開催された。ありがとうございます。